どうもおはようからこんばんは、殿でござる。デイズゴーンやっていきましょう。さて皆さん、前回から、まあ、一週間ちょい経ちまして、結構行きました。この辺のウィザード島周辺とかね、あとはもういよいよ97号線。まあ、ここまではやっております。ここら辺大群がすごくてね、こっちは13箇所もあって、そのうちの2箇所、でこっちはまだ1箇所もできていない。見つけたはいいものの、全然ね、多すぎてね、倒せないんですよね。まあそこら辺はしっかり準備をしてやっていきたいと思いますが、まあ今回やるのは今ここにいるんですよね、ディーコンさん。でこっちに襲撃キャンプがあるみたいなんで、ちょっとそっちをやっていこうかと思います。ここら辺のフリカーゾーンも後々やるんですが、ちょっとね、火炎瓶が足りなくてね、この辺のミッションやっていると、人質を助けたはいいものの大群に遭遇して、で、迎撃していると、足元にフラグ投げて、爆散するっていうね。だってここまで育っているんですよ。現在レベル39。で、あとはスタミナとフォーカスモードが1回ずつかな。それでもうステータスはマックスになる。まあ、そこまで飽きているんですよね。で、現在はここまで。で、それでバイクに乗って、方向が合っていれば、この辺にあるんですよ。まあ、一旦はざっくり設定だけしておいて、行きましょう。ここの検問所もね、こう、まあ、私が今、ディーコンさんが向いている方向に大群がいまして、そこはね、なんとか段差を利用して、勝つことができたんですよね。ですが、それ以外の開けた場所とかはやっぱり厳しいかな。でこの先にガソスタはありますが、敵がね結構いたんですよね。敵がキャンプを作っているというか、そこは達成しているんでもういないはず。ただ周りに敵の反応がすごい。で、あ、ここを下っていくのか。で、しかも川ですか？大丈夫かな？で、何やら家が見えてきた。こういうね、ここ13箇所もあるんで、こういう家とかにもね、実は大群が潜んでいたりするんですよ。こういうね、ところに。明らかにこう、フリーカー、いますよっていう雰囲気のところ。俺を襲ったのはこいつらだな。でもこういう痕跡があるってことは、近くに大群がいるってことなんですよね。で、キャンプを見つけました。場所としてはあと193ってことは、一旦この辺で止めておこう。で、あれがキャンプか。おうおう、いるいる。あとはスナイパーがいなければ、あ、いるね。どこから、あ、それか。じゃあもうサプレッサーをつけまして。で、いよいよね、いい武器も手に入ってね、これ結構高威力かつセミオートのスナイパーなんですよね。そういうのを手に入れたんで、ようやく私が好きな遠くからちまちま削っていくプレイができると。人を生かしておくわけにはいかないな。人殺しどもだ。草むらから撃ちたいんですけれどもね。じゃあ接近しましょう。こういう火炎放射器とか厄介。で、あとは、こういう上にもいる。生きるという。敵は警戒している。どうかな？警戒してきているならば湧いてくるとは思う。動き回っている。まだ来た。
フォーカスモードも強化はしておりますがね。で、あとは、お、いたいた。3人もいる。じゃあ、ここで狩らさせていただきましょう。接近したところをズドン。すんのが好きなんだろう。これでもまだ11人いるという。あまりこう同じ場所で撃ちまくっていると気づかれやすいんですよね。けどもう見ている限りは、あ、そこに一人。スナイパーが二人いるところもありまして、そういうのがちょっとね、危ないんですよね。お、そこは狙えるか。よーし。あと9人。じゃあ接近していきましょう。まあ攻め方も人それぞれかとは思いますが、まあこっちから行ってみようか。お、何やら取れる。キノコかな。さすがにここは登れない。警戒されてはされてはいる。何をしているんだろう。なんかな、殴り合っているぞ。何をしているんだあれは。のはダメだったら貫通キル狙いとか言って女性から倒すという。どうせ足りない。いいぞ。結構倒しましたよね。まだいるんだろうか。後ろにいる。こっち方向にどうやらいる。かといってマーカーつけようにも反応はない。あそこね。よし。ただもうスナイパーのサプレッサーは切れた。ふむ、どうやら気づかれてはいないか。まああの上に1人います。あとはあと5人いるんですよね。一体どこにいるんだ。あ、向こうの方ね。よし。で、あとはもうちょい接近しないとダメかな。こう見ると2人いる。全然気づいていない。だって向こうで火炎放射器の人爆発したんですよ。そういうの普通気づくと思うし。え、でもまだ2人でしょ。援軍がいるとか。お、あとは弾。お、そこでタバコを吹かしているかね。これでもまだあと3人。
ち見ているな。あ、いたいた。ふむ、これで全員か。じゃあ一旦交代。こっちから回り込んで、一人いけるかな。お、動き出した。じゃあ後ろからいただき、ただ普通に見られているという。で、あと一人は彼。さあどうかな。あそこもで爆弾を使えば吹き飛ばせれるんですが、もったいないんですよね。あそこで止まるのね。できれば全員こうスニーキングキルやっていきたいんだがな。まあスニーキングキルとはちょっと惜しいかもしれませんがね。微妙に気づかれてはいたし。よし、終わった。ふう、これでもうこいつらに張り込まれる心配はねえな。それであとは、シェルターでもあるか。お、それを探さないといけない。できれば襲撃キャンプっていうのは早めにやっておいた方がよくて、そうすることでいろんな史跡とかね、ネロの場所とかを見つけやすくなるんです。あったあった。よっこらセット。けどこういうシェルターとかに普通敵とかいそうな気はするんですけれどもね。とかあとは物資とか意外とないというね。ガンロッカーと寝るところで、あとは地図かな。ちょっとその地図はどこにあるんだ。なんだ、地図か。そしてメモ。よし。で、襲撃キャンプ、これで全部。このメモはマニュアルか。よし。あ、こういう鳥とかも。他は史跡があって、それぐらいだな。97号線はこんな感じ。こういうところとか大群いそう。で、あとは、なあ、こういう調査現場、こっからジャンプしてこう行けってことですよね。ちょっと試してみたいところもあるかな。まあ、ひとまずは、結構敵倒したんで、アイテムの収集。フリカーゾーンとかも、まあ、こういうところとか、あとはここもあるんですけれども、なかなかね、火炎瓶がちょっと少なくて、アイテムで言ったら灯油がないんですよ。で、ちょっとそれを集めないといけなくて、先に襲撃キャンプをやった。なので、ちょっとアイテムを収集していきましょう。おやおや、なんかフリーカーさんが忙しく動き回っている。まあ、アイテムの回収もしたんで、ちょっとスクリーマーがいたんで倒していたんですけどね。よし。で、バイクまで帰って、ちょっとあのジャンプやってみようか。向こうにあるバッテンはスクリーマーの死体。と鹿。なんかフリーカーが倒した鹿の肉を取るっていうのもなんか気持ち悪いな。まあいいや、別に自分が食うわけじゃないし。あら、しかも目の前に敵か。おお、狼さん。バッテンが2つある。鹿かな。鹿の肉と、で、狼。狼はだいたい3体ぐらいいるんですよね。
ってことは周りにいるかもしれないし、ひとまずはバイクまで戻る。周りは大丈夫。じゃあちょっくらここ行ってみるか。場所としては、いや多分こっからのジャンプだよな。ってことはこの辺から加速をして一気にジャンプをする。じゃあそこまで行きましょう。あとは変に襲われたりしなければ大丈夫。ここもいわゆる最後のエリアですから、敵の強さというか数か半端ないんですよね。さっきも言ったように思わぬところで大群がいたりする。あ、パトカーがある。で、ジャンプ台はそこね。リロードの方は大丈夫かな。で、こういうところから弾薬を入手。大丈夫かな？変に大群とかいたりしないかな？あ、でもちょうど灯油はある。灯油じゃないな。ガソリンか。なんかこういうポリタンク見ていると灯油を思い出す。よし、よいしょ。じゃあジャンプ行ってみますか。この距離でどうかな。場所としては一応は怖いから設定。さあ行きましょう。そして加速。よっしょ、いけるか。えい、二段ジャンプとかやめてくれよ。で、今ので微妙にダメージ持っている。よーし、結構危ないな。ディーコンさん、金槌なのかな。なんかこう、あんまり泳げないですよね。で、こっから回り込んでいけばいいのか。ちょうど灯油もある。なんでこんなところにアナーキストの。一番下蹴ったよね。痛くないのかな。あ、ネロの注入器だ。まだ使えるかな。じゃあフォーカスの方を上げよう。これで目が覚めるな。なんか結構危ない言い方だな。問いはもういいか。ちょっと蹴りまくっている。で、場所としてはなんか敵が見えたりとかも思ったんですがね。じゃあバイクのところに行きましょう。これで次はちょっとフリーカーの巣をちょっと焼いていこうと思います。余裕があれば鳥さんの方もやってもいいかな。おっと、ちょっと戻ろう。こっち方向かな。さあ急げ。おー、ギリギリ。あ、しかも戻れないと。戻るんだったらどうなるんだろう。うまくジャンプできるところってあるかな。あ、多分こういうところからジャンプしろってことかな。結構戻るの大変だな。リコさん、大丈夫か？だいぶ詰まっている。よし。こういうところから。ここかな？ここからジャンプして。よし、危ないな。で、こっちの方からジャンプして。
踊ると、ふふふ、しかも何やら不穏な曲で、この辺まで戻ろう。これで次にちょっとフリーカーの人かな。感染した狼。玉込めとくか。来るかな。倒しきってはいない。あれか。よし。あんなところにランナーがいたんだ。じゃあ次はちょっとフリーカーの巣を攻略していこうと思います。ちゃんと回収しまして、ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。